皆さんこんにちは。加納幸彦です。今日は独断と偏見の東京都知事選総括と題しましてお話をいたします。えー、結局小池都知事のコロナ対策が即選挙対策となりましたね。小池氏に票を入れた都民の都民がですね、最大に小池都知事を評価したのがズバリコロナ対策であったと言います。 コロナ対策の不手際に関しては、その批判は国へ行き、都のばらまき、給付金ですね、都のばらまきが功を奏して、ですね、批判をかわした形になったと言われています。それと自民党、公明党の組織票をがっちり固め、投票率が前回を4.73ポイント下回って、ですね、組織票がさらに比重を増した結果になりました。 前回の投票率が59.73%。今回は55%、えー。小池さんはですね、数学会婦人部には圧倒的人気だそうです。えー、東京都知事選、えー、開票特番、みんなで NHK を見ながら、あーだこーだ言う生配信、入速に出ていただいた候補の結果にも注目。これは菅田のおじき 須田真一郎さんですね須田信一郎さんの YouTube のチャンネルなんですけども、えー、これ、リンクを貼っておきましたので、ご覧いただきたいんですが、えー、この番組のですね導入部で、須田のおじきがですね行った5人以外の、まあ、いわゆる特殊候補者へのインタビューのですね再生回数のベスト2を発表しておりました。第1位が日本第1党の桜井誠さん。そして第2位がですね、 幸福実現党の七海ひろ子さん。えー、菅のおじきの七海ひろ子氏票はですね、非常に高いんですよね。えー、また同じセリフを、あの、インタビューの時とですね、同じセリフをおっしゃってました。幸福実現党じゃなければ当選するのに。えー、まあ、ひいきの七海さん、どれくらい取ったかな、と、番組中もですね、心配なご様子でしたね。え、フィフィさんからも高い評価を受けていました。 幸福実現党が引っかかっているのかもしれないけど、政策はしっかりしている。これ、フィフィさんの七海博子表ですね、えー。幸福実現党じゃなければ、幸福実現党が引っかかっているかも。まあ、こう言われるですね、幸福実現党って一体何、まあ、?10 年以上私自身所属していてですね、思わず改めて問い返しましたね。 まあ戦後75年の宗教に対する偏見のまあ相対がですね、のしかかっているんでしょうね、岸博之さんは、全く5人以外の候補には興味がなかったようで、桜井誠さんに関してもですね、知らなかったと言ったんですよね、まあ、これは知らないふりだったかもしれませんけれども、そう言いました、まあ、視聴者からですね、岸、帰れ っていうコールが、士帰れコールですね。このコメントがですね、ちょっと続きましたね。そんな無関心な士さんもですね、七海ろ子さんに関しては撤退の意味も知っておられたようで、えーまあ、変更報道を繰り返すマスコミへの異議申し立てであったと、そのようなこともなんか知っておられたようです。えー、須田の野直がですね、あるいはフィフィさんが七海ろ子さんを大変高評価しておられましたね、それに関しては、 あの、岸さんはね、あ、それは素晴らしい、それは素晴らしいと、まあ、そんなふうにおっしゃっておられました。まあ、ただですね、評論家の岸博之さんの5人以外の候補への無関心は、ちょっといかがなものかと思いましたね。だから、こう、コメント欄にあのようにですね、岸帰るコールが続いたことは、まあ、頷けます。さて、えー、午後8時の時報とともにですね、小池百合子氏の当選確実の方が NHK で流れましたね。 これを見た須田の王子はですね、まあ、しばらく絶句という感じでしたね。えー、他の出演者2人もですね、これはおかしいよと、まあ、そんな声を上げておられました。えー、最初かな、えー、とインタビューにね答えられた桜井誠さんは、開票する前に当選が決まる選挙であれば、まあ、これからテレパシー選挙でもいいんじゃないかと、ちくりと皮肉っておられましたね。 結局、ですね今の選挙はマスコミが総がかりで普通の有権者に選挙に行かせないように、行かせないように、し、ま、め、あ、けてきたんだなと、誘導してきたんだなと思いましたね、マスコミが候補者を5人なら5人に絞り込んで,で、すね、まあ、いわばマスコミの書類審査をパスしたものの中から選べと、まあ、そのような今、システムになってるんですよね。 そしてご親切にもですね、事前に当落予測をして現職圧勝の雰囲気を作るんですよね。えー、無力感がこうマックスになった有権者はですね、もう自分が選挙に行ったっても無駄だよと、まあ、選挙に行かなくなるんですよね。まあ、このようにですね、誘導をして既得権益を持つ組織だけの票で政治を動かすシステム。 これも日本国民がそこそこの生活を維持できているうちはそれでも通用しました。しかしですね、今後国の金庫、都の金庫が数日間になってですね、しばらく赤字国債という偽金でなんとか生き延びてですね、その偽金の信用が消えるとき、いよいよ巨大な買収国家日本がですね、崩壊するとき、焼、まあ、け野原から新しい時代が 始まるのではないでしょうか。まあ、それまで何としても生き延びなければなりません。小池都知事の圧勝はお立て、お立て直しの時代が始まったことを、まあ、告げ知らせることとなったのではないでしょうか。え最後に、菅田のお辞儀は、なんていい人なんでしょう。思いやりがあって、本当にお優しい。まあ、そんな印象を持ちましたね。本日は以上です。ありがとうございました。